フェルプス軍、ミズーリ州、フェルプス軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は45,156人であり、2000年の39,825人から13.4%増加した。軍庁所在地はローラ市人口19,559人であり、同軍で人口最大の都市でもある。 フェルプス軍は1857年11月13日に組織化され、軍名はアメリカ合衆国下院議員と水売り周知を務めたジョン・ S ・フェルプスにちなんで名付けられた。2000年の国勢調査ではアメリカ合衆国の人口重心が軍内にあった。軍領域の多くはオザーク高原ドウ栽培地域に入っている。ローラに入ったイタリア人移民が、 軍内初の武道園とワイン醸造所を作った。1960年代以降、ワイン製造が復活し、州内に多くの武道園を作り、国内外で高い評価を得てきた。最初の軍政委員会は1857年11月25日に、ジョン・ディロンの小屋で開会された。1860年成果に使用開始された、軍庁舎は南北戦争の間に、 北軍の病院として使用され、その後1994年2月まで使われて、新しい軍庁舎に移った。新庁舎は1994年5月22日に、解消された。フェルプス軍となった地域に最初に開拓者が入ったのは1818 18年で、あり、川岸に沿って開拓地を作ったが農業はあまり行われなかった。年ジョン・ウェーバーが、 現在のローラ市域内に最初の家を建てた。その一年後、ジェームズ・アバート中尉がローラで最初の鉄道のための測量を始めた。アバートは後にミズーリー工業学校の初代土木工学教授になった。ローラの町の設立者、エドマンド・ウォード・ビショップはもともとニューヨーク市の鉄道建設業者だった。1853年にサウスウェスト鉄道。 フリスコ支線の建設のためにこの地にやってきた。フェルプス軍は1857年11月13日に、プラス機軍、マリーズ軍、クローフォード軍の一部を合わせ、ミズーリ州議会によって設立された。軍庁所在地を決めるための特別委員が指名されたが、その場所はできるだけ、軍の中央に近く、鉄道の郵便船沿いに位置するという指示がつけられた。 ビショップが広さ50エーカー、20万メートルの土地を提供し、それが受け入れられた。軍政部の住人はローラを希望し、東部の住民はディロンを希望したので、論争が起こり、衆議会が公式にローラを軍庁所在地とする宣言を発したのは1861年になってからだった。ディロンを希望していた住人のうち、約600人が署名を集め、 選定委員3人のうち2人しか、軍庁所在地検討に参加していなかったことを挙げて、抗議書を提出した。その請願は、水売州最高裁判所まで争われた。しかし、裁判所が判決を下す前の1860年1月14日に、水売州議会が、軍庁所在地をローラと確認する行動を行った。 この事態に対する多量の批判が考えられる中で、軍政委員全員が辞任したが後に、それを撤回した。最後はローラが、軍庁所在地になることで落ち着いた。ローラの町は1858年に公式に機能し、区画が敷かれ、名前が付けられた。ビショップは、自分の家が、軍の中心だったのでそこを、フェルプスセンターと呼ぶことを望んだ。ジョン・ウェバーは明確な理由で、 ハードスクラブルと名付けたかった。別の当初からいる開拓者、ジョージ・コップエッジは、ノースカロライナ州出身だったので、その故郷にちなんで、ローリーを望んだ。別の者が、ローリー、ラーレーの綴りは若かているので、ローラなら良いという条件で、コップエッジに同意した。郡庁所在地選定委員会は、現在ローラと呼ばれる地域を、郡庁所在地に指定した。ローラの町は、 軍が作られた1857年11月13日には、まだ存在していなかった。その地域には J. スティーバーの事務所とウェーバーに家があるだけだった。軍長の初期の仕事には、軍長所在地から州内のセントルイス市、スプリングフィールド市、ジェファーソンシティ市、レークスプリング、セーラム市などに向けて、道路の場所を選び開設することがあった。軍の記録に、 最初のローラという名前が現れるのは1958年7月の道路に関する命令書だった。それ以前には1858年5月に鉄道のための土地を軍に譲渡する証書に使われていた。1859年4月26日、軍政委員会はビショップが軍庁所在地として寄付した50エーカー、20万メートルの土地を測量する命令を出した。 測量は若い鉄道測量士 AE ブキャナンが言った。ブキャナンは1859年5月31日に軍長者にそのクアリアンを提出した。1860年12月22日、ローラを終着駅とする鉄道が最初の列車を運行した。フリスコ鉄道と接続されるまではあらゆる商品が荷車に積まれてスプリングフィールド島で運ばれ、そこから 現在のアメリカ国道66号線、週刊高速道路44号線沿いに南と西に運ばれた。ローラは2万人の連邦軍が駐屯する重要な軍事拠点だった。当初の軍庁舎は南北戦争中に病院に転換された。1861年4月、サムター要塞が砲撃され、南部を支援する判断が下された。5月10日、 巡回裁判所で脱退に関する白熱した議論が交わされ物分れに終わった。巡回裁判所判事のジェームズ・マック・ブライドは間もなくスターリング・プライスの下で南軍の将軍となるために出発した。軍庁舎の外では一軍の者がアメリカ合衆国の国旗を下ろしてアメリカ合国の旗を上げた。その旗はローラの女性たちによって急速に作り上げられていた。 北軍支持者で、ローラ・エクスプレスの編集者だったチャールズ・ワルダーの新聞社にその一軍が向かったと緊張感が高まった。ワルダーは店を閉じて出版を止めることを強いられた。南部の同庁舎は町を日夜偵察し、北軍同庁舎に町を去るよう命じることも多かった。1861年6月14日、北軍のフランツ・シーゲル将軍が、 第三ミズーリー不評連隊と共に列車で到着し町を占領した。その日から終戦までローラの町は北軍の手にあった。ジョン B ・ワイマン大佐の指揮する第十三イリノイ不評連隊がローラとパシフィック鉄道終着駅の防衛のために派遣された。ワイマン取りで建設の計画を立てたのはこの連隊だったが実際に工事を行ったのは別の連隊だった。 エイブラハム・リンカーン大統領自らの命令で、ローラはいかなる代償を落としても守ることとされた。鉄道の終着駅だったので、軍事物資を積んだ列車がローラから、アーカンソー州南西部、ハートビル、およびスプリングフィールド、また現在オザーク湖と呼ばれる北西のリンクリーク地域に、中する北軍に向けて出ていった。1862年3月、ピーリッチの戦いで、 プライス将軍が敗北した後、ジョンソン州知事が編成した、いくつかの部隊が、故郷に戻った。この戦闘後北軍への忠誠と指示を言おうとしない、南軍同調者は厳しい待ちを受けた。一例として、元軍長のルイス・エフライトとその息子のうちの4人が、尋問のために家から連れ出された後、撃ち殺されたことがあった。ローラは、 パシフィック鉄道の南西支線がここで終わっていたので、南北戦争の間は重要な場所だった。数多い北軍兵士とその物資がセントルイスからローラまで鉄道で運ばれ、その後はニューマ社でスプリングフィールド市のウィルソンズ、クリーク、ピーリッチ、アーカンソー州のプレーリーグローブ、その他小さな多くの戦闘があった場所に運ばれた。鉄道は八百六十年にローラまで開通したが、 戦争が始まったために西への延伸が止まってしまった。当時人口約600人の町に北軍の大部隊がいた。北軍は戦争初期に町を支配したので町とその運営に大きな影響があった。この町は訪問者にとって忙しいところだった。1860年砂糖は1ポンド10セント、タバコは1ポンド30セントで売られていた。 ウィスキーは1ガロン25セントだった。町の一区画は25ドルで売られていた。軍庁舎は星草の貯蔵な矢として使われ、後には負傷兵の病院になった。北軍の司令官、ナサニエルライアン将軍がスプリングフィールド市に近いウィルソンクリークの戦いで戦死した後、その以外はローラに運ばれ、埋葬のために東部に送られた。オールドタウンローラは、 軍庁舎に近いメインストリート沿いにあった。事業地区は19世紀後半にパイン通りに移された。1861年8月10日、ウィルソンズ・クリークの戦いで北軍が敗北した後、北軍はローラまで交代し、軍庁舎から約1マイル、1 6キロメートル、現在の国道を63号線に沿った丘陵の上に、ともりの砦を建設し始め、 区形の砦には擁壁周りに空堀が掘られ、南からの攻撃に備えて四隅に三十二ポンド矢砲が置かれた。ジョン b ワイマン大佐にちなんでワイマン砦と名付けられた。1863年に現在のミズーリローラ大学キャンパスに建設されたデッド砦はさらに手が込んでいた。十字状に作られ、二十四ポンド砲が置かれ、ライフル銃の銃眼があった。森る公遊地。 払い下げかれ時報がアメリカ合衆国議会で承認され、1863年、水売州議会はこれを利用して、州内に新しいタイプの高等教育機関の設置に取り掛かった。この法では、主導的目的は、科学的また古典的研究を排除することなく、軍事戦術を含み、農業や機械工学に関わる学問分野を教え、専門分野の探求において、 教養的また実用的な実務の教育促進を目指すとされていた。1870年、この地域は鉱物資源が豊富であり、地理的条件が良かったので、ミズーリ工業金属学学校が開設された。フェルプス軍は土地と交際を含め13万545ドルの計画を提出し、認められた。今日この学校は、 世界でも最上級の工学学校として知られている。現在では工業や金属学に限らず、十二の工学と科学の分野で学士及び修士の学位を与えている。軍内のその他の町として、1888年に法人化されたニューバーグ、1869年に法人化されたセントジェームズがある。 アーリントンとジェロームの二つは1867年に法人化されたが、どちらも現在は非法人化組織になっている。ドゥーリトルが最後に作られて1944年7月2日に法人化された。エドガースプリングスは1970年代に法人化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は674.28。 平方マイル、1746.4km であり、このうち陸地672.85平方マイル、1742.7km、水域は1.43平方マイル、3.7km で、水域率は0.21%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フェルプス軍の25歳以上の住民のうち、 79.0%は高校卒以上の学歴を持ち、21.1%は学士以上の学位を持っている。軍内の高等教育機関としては次のものがある。2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信徒報告書によれば、フェルプス軍は福音主義プロテスタントが最多数を占めるバイブルベルトにある。最も多い会派は、 南部バプティスト連盟の38.24%、続いてカトリック教会の11.43%、チャーチズ・オブ・クライストの10.75%である。フェルプス軍の地方レベルでは共和党と民主党が均衡して政治を行っており、軍の選挙で選ばれる役職の半分ずつを分け合っている。大統領選挙のレベルではかなり共和党支持の傾向にある。 2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが容易に、フェルプス軍を制した。1992年に、ビル・クリントンが軍を制したのが、民主党候補による最後の勝利となっている。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と同様、バラク・オバマより、ジョン・マケイを選んだ。フェルプス軍は、州南中央にある田園部軍と同様、 社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に影響している。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、フェルプス軍は77.94%という、圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は、同性結婚を禁止する最初の州になった。 2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、フェルプス軍では52.25%が反対した。州全体では51%の賛成と、かろうじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、 最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、フェルプス軍では69.42%が支持した。この命題は、州内のどの軍でも支持され 75.、75.94%が賛成した。 2008年の大統領予備選挙で、フェルプス軍は2大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、共和党予備選挙では、元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビーが1位になった。クリントンだけでなく民主党で2位になったバラク・オバマも、ハッカビーを上回る票を得た。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。